じゃないの、お前らに罪はないんじゃ。そんなね、いっぺんでええけ、お米食べさせていっぱいですね。君、出来上がった下駄を明日問屋に届けて、金ができたら闇の持ち米を買ってきなさい。仕事の材料かお金がなくなりますよ。ここらにぼたもち作ったら。はい。なんかやるな。工場の仕事は辛いんか。学生じゃ言うて勉強しとる場合じゃないんよ。戦争に勝つには働かんと。お国のために頑張ってきます。家族が一人減って飯がたくさん食えるんじゃ。どうじゃ。Thank you.